鎌倉幕府の執権一覧は、鎌倉幕府における執権の一覧。執権職は、北条氏が独占し、接収した。当初から大きな勢力を持っていたが、三大将軍源、佐根友暗殺後はほとんど幕府の実権を掌握し、政務を取った。しかしながら将軍職は、公家や皇族を経から迎える形で名目的、存在としてあり、北条氏は、 形式的復従を貫いていた。鎌倉将軍一覧三章北条氏の着流は特宗家と称され、特宗家の当主、またはその後継者が幼少の時には北条氏の初流から執権が認じられた。現行の乱の最終段階において、13代記事、14代高時、15代佐田明、16代森時の4名の執権が、 鎌倉幕府と共に滅ぼされることになった。また、北条貞田行が森時の死を受けて、鎌倉陥落の際に17大執権に任じられたと、する説がある。歴史特本新人物往来者2011年10月号97ページから98ページ、鎌倉将軍、執権、連書列伝 P197 から198、上限3年就任説もある。 鎌倉散歩2時12分回鎌倉秋葉へ、www.geocities.jp2018 年7月7日閲覧、ありがとうございます。